終わり猿田彦神社は愛知県一宮市奥町にある神社である。もともとは木曽川河川時期に、慶長14年より鎮座していた、千昇神社と受け売り神社である。堤防拡幅に伴い、千昇神社、受け売り神社の親城を残し周辺の住宅が取り壊された。その後、地元の人々のために、昭和60年頃、 堤防を挟み奥町の町中に本殿が設置され、尾張猿田彦神社と称されたという。千勝神社と、ううけ売り神社は、尾張猿田彦神社の奥の宮となっている。この大牧さんは、診療地として、神宮の御仙宮の時、イカダの御用材が伊勢湾に入るために、綱の締め直しをする場所で、伊勢湾に出た後も御用材が無事届くよう導きの大御神である。 猿ヒ彦大臣が祀られた。そして宿は、宇治神の若宮神明社が当たった。この神縁により、今では、鳥居、氷が設けられ、伊勢神宮の要拝所として、多くの人に参拝され、五仙宮の時には祭り、儀式が行われた。上には、都仙もあった。この鳥居は、昭和28年仙宮の時に、神宮より下げ渡された、神宮第三の鳥居である。 近年まで、終わり猿多彦神社は、宗教法人ではなかったが、2005年1月5日に、宗教法人としての設立登記がなされた。神社本庁には所属しない、単立神社で、独自の神職資格、自家会を、講習会事項者の中から選考で授与している。神社本庁の神職任用資格と同盟ではあるが、神社本庁包括化神社では有効ではないので、 留意が必要である。ありがとうございます。